ックス。焦げ目がついてるの分かんなかったんだけど。焦げ目がつく。いやー、絶景だ。最高でしょう。ご利益がありそう、本当。美味しいこれ。これね、サングラス、度付きのサングラスなんだけど、いや、チャッチー感じになるけどさ、今、空港行きのバスに乗っていまして、函館空港に向かっています。波が高いですね。津軽海峡。わぁ、着いた。昼ご飯。美味しいね。マイセンのカツサンド。すごいね。ヤバトンすごい。中部空港からこう歩いて結構近いよね。そんな遠くはなかった。ここからね。船に乗って津の方に行けるみたいですね。おお、かっこいい。これね、あ、結構乗ってた。ほら、フェニックス。南国の雰囲気だもん。いいの。いやいいよ。また夕焼けが東が進んできて。今伊勢道路を走っております。で今伊勢神宮を抜けてきたんだけど、峠を越えて今伊勢志摩の方に向かってるんですが。もうなんか見えてるね。わー、あの奥にもう海が見えてるのは、そうか。うわ、めちゃくちゃいいな。綺麗。夕焼けはダメだったんですけど、景色は素晴らしい。これがね、リアス式海岸っていうらしくて、あの奥にあるのが全部こう海なんですって。で、こう入り組んだ湾みたいになってて、すごい入り組んでるのよ。もうほとんど森じゃん、この中。ほら、ね、木ですごいよ。ここはカフェになってるらしいけど、まあ、この時間はもう閉まっちゃってるね。あ、かわいい。ほら、木で作られてる。焚き火カフェというのがあります。焚き火で蒸し丸焼いたりコーヒー飲んでいただけます。夜8時から、これ行きたい。最終入場で10時までです。こちらの階段を下っていただいて、一番奥まで行くと温泉大浴場がございます。夜12時までしてます。はい、ということでですね、ここ着きました。はい、これすごくないですか。なんかこう、ゆめちゃん今ポーズしてますけれども、ホテルの部屋もすごい広いところに入れていただいて、でこの辺も全部クッションになってるんだよ。うん、こんな感じで。はい、いいね。あ、いらっしゃい。いらっしゃいだって。我が家にようこそ。ご飯行こう。なんかすいた。そうね、時間だ。行きましょう。こんばんは。めちゃくちゃいいな。こちらのお席です。あ、はい、おしゃれ。どう、お上品。お上品。ブリブリだね。石で食べる石ね。え、
ここですね。行ってみよう。でくるくる回していきます。炙るのね。炙っていきますよ。わあ、いい感じで。熱が入ると膨らみ始めますので、そこまでちょっと頑張ってくださいね。溶けないのこれは、うん、溶けないですよ。うん、皆様お上手。もういいですよ。もうお兄様いいですよ。僕いいの？よく見るとコーヒー目がついて、おいしい。ちくわだ。ちくわじゃないけど美味しい。お上手だからね、そって召し上がれる。まずい。スモアですね。スモアって言うんですか。はい、あの雨の日はね、風の強い日はスモアをやります。へえ。これは何ですか。ただ普通の焼きマシュマロですね。焼きマシュマロ。このままですね。焦げ目がついてるの分かんなかったんだけど、焦げ目がつくというよりは膨らむかどうかですね。あ、そうなんだ。その方が、あ、いい感じ。うん、大丈夫だと思う。あ、膨らんできた？どう？いいんじゃないですか？どうですか？これコーヒーの中に突っ込んだら美味しいんじゃないかな。あ、美味しいですよ。あ、羨ましいなそれ。これこの中に入れて、分かってるです。いやあ、これ生クリームを乗せたみたいな感じになったわ。めちゃくちゃ美味しいこれ。最高。美味しいよね。美味しい。ソフトクリームを乗せた感じの味に似てる。うん、実はネムの里っていって昔ヤマハの施設でして、あのレコーディングスタジオがあった関係でレコードがいっぱいあって、あーアナログって感じするね。昨日もね、ちょっとちらっと見に来たんだけれども、改めて今日ね天気がいいので来ました。昨日のねホテルも本当にすごいいいホテル、ネムリゾートさん良かったんですけれども、朝食を食べてこちらの方やってまいりました。いいね、いいね、いい景色だ。うわあ、あれがアゴワン。最高でしょう。うわだって空気が美味しい気がする、ね、気持ちいいね、本当ね。うん、やっぱ晴れ男だね、俺やってるね。ないないね。うん、またここで景色が違う。自然がいっぱいで気持ちいいわ。ここがなんだっけ、そういうおか、あごわん。やっぱり上がってきた感ある。すごいよ、めちゃくちゃいい景色だ。ほら、アゴアンが一望できるね。できるね。すごいね。いやー、絶景だ。伝わりますかこれ、この景色。そうだよ。いやー、よかった、来てよかった。10周年をちゃんと祝ってくれてるわ。本当だ。これはすごいね、めちゃくちゃいいよ。わー、海だー。ここはですね、夫婦岩をね今見に来ております。今回ね結婚10周年の旅行ですので、やっぱ夫婦岩はね見とかなきゃいけないかなということで。そうだね、心のふるさと、神様がお待ちです。おお、すぐ来たー、これだ。夫婦岩だ。カエルがいて、いろんな種類のカエルが。カエルがいっぱいいるのは意味があるんですか。お使い、ここにもカエルがいる。神様の使い。この神社の名前ってなんて読むんですか。沖玉神社です。沖玉神社。あ、そうなんですね。あ、ありがとうございます。
あ、近づいてきました。ご利益がありそう、本当。鳥居があの上に乗っかってるね、岩の上に。本当だ、大きい、本当、海みたい。ね、海だね、あれはね。あ、本当だ、カエルに見えるよ。顔がこっち側にあって、体がこう左側よね。もう天気がもう最高なのよ。これ以上ないよ、この天気。綺麗だね。風も穏やかで、穏やかで最高だわ。結婚10周年おめでとう。そして20周年に向けて頑張りたいと思います。伊勢神宮の下宮、これが右。さあ行きますか、下宮に向かって。はい。あ、そうか、表参道ってことですか。ですよね。あ、そっか、今ここなんで、今裏も、はい、こうですよね。そうだわ、裏見張り所、裏ですよね。そっか、ここから歩いてこっちから行こっか。教えてもらった、ありがとうございます。どうせなら表参道から行こうっていう話でね。確かにその通りだ。おお、鳩が突っ込んできた。豊受大神宮、ここは天照大御神のお食事を司る御血神としてお迎え。なるほど、左側通行で行きましょう。風鈴のような音だね。うわぁ、なんとも言えない気持ちになるな。内宮に向けてね、行きますよ。内宮、おかげ参道。あ、見て、ちょうどほら、行った、夫婦岩があるわ。ああ、書状集め箱、伊鈴川郵便局。へえ、こんな郵便局か。茨城まんじゅう有名なの？茨城まんじゅう。あ、へえ。小麦粉で作ってるの。柏餅は柏の葉っぱを使うもんね。うん。茨城の葉っぱを使って、で、お餅じゃなくて小麦粉で作ってるって言ってた、さっきお店の方が。美味しい、これ。どんな風味？ね、あ、でもね、もちもちしてる。でも歯切れがいいのよ。小麦粉だなっていう感じはすごくわかる。素朴な味よ。へえ、美味しい。やっぱ伊勢に来たら牡蠣フライを、牡蠣を食べないとね。さっきも牡蠣の養殖いっぱい見てきたから。美味しい。なんか歩いてるだけでさ、タイムスリップしてる感じよ。江戸の町？なんかそんな感じ。江戸じゃないんだけどさ。そう、違うんだけど。時代劇とかで見るあのセットの感じよね。うん。が残ってるもんね。そう。で、このまままっすぐ行くとね、内宮の方に向かってるから。そうです。美味しいものいっぱい食べすぎて、なかなか内宮までたどり着けない。有名なのこれ？有名なの、すごい。へー、岩戸屋。ね、これが岩田屋の娘さんと一緒にね、はい、もうでも100年以上前からやってるこの生姜糖というのがなんか名物らしくて。はいはいはい。あ、こういう、へえ。ああ、なるほど。うん。あ、これ好きかも。懐かしい味。氷砂糖のような味で、でも中に生姜が入ってるから。ああ、氷砂糖、分かりやすい。まあ、柔らかい氷砂糖。すっごく美味しい、これ大好き。ありがとうね、美味しいもの作ってくれて。内宮の方にやってまいりました。この内宮っていうのが、皇太神宮っていうのがなんか正式名称です。内宮。天照大御神が祀られているということで、中の方に行ってみたいと思います。行きましょう。なんていう川が伊鈴川。そうです。だよね。すごい綺麗な水だしね。神様がいる場所に向かってる感じするよ。いやー、綺麗だな。これで
すごくいいね。水もものすごい綺麗だわ。ここで手を清めるらしいです。あ、水が気持ちいい。バッチリです。これで手が終わりました。いやー、これ時代劇とか出てくるこの椅子のね、旦那持ちくれとか言ってね、お団子食べるのよね。うわー、めちゃくちゃいい雰囲気だ。締めはここですね、猿田彦神社。でもね、ちょっと時間結構遅くなって、今ね5時半なんだけど誰もいないね。おかげ横丁も5時ぐらいになるともう全部閉まっちゃってさ、もう人気がなくなっちゃったもんね。そうです。あ、すごい貼ってあるステッカー。サロメ神社、ここが色鮮やかな八角形、芸能やスポーツをはじめとする、技芸の上達を祈り良きご縁を結ぶ神様。このサルメ神社というのが芸事の神様ということで、あ、見てほら、本当にエグザイルだとか湘南の風、わあすごい、あ、小籔さん、頑張るぞ。本日の締めでございます、一升瓶本店。いっぱいじゃん、もうほら奥もあっちもいっぱいだし。上ロースおいしい。が三塩、これがカルビですね、そしてホルモンと、最高だな。ご飯が進む。現在朝9時なんですけれども、朝ごはんを今から食べようかと思います。朝ごはんここに決まりました。あ、名古屋コーチンの親子丼、すごい美味しいわこれ。うん、美味しい、だし効いてる。っていうか卵食べるの久しぶり。卵高いからね今。あ、美味しい。これから函館に向けて帰るわけでございますが、結婚10周年の記念の旅行、本当にねすっごく最高な旅行になりました。これからも新とお嫁ちゃんをどうぞよろしくお願いします。以上、新でした。またね、バイバイ。